こんばんは、日常演舞です。本日はミスタードーナツから台湾グルメと一称してパンやピザが新たに発売されていたので食べてきました。では早速どうぞ。1品目、ピザッタ台湾ラハプルーロー。肉とピチーズ定番ですけど、ピザ生地によく合いますね。2品目、台湾フングイティマンゴー&パッションフルーツ。ジュワッと広がる甘酸っぱさが最高です。3つ目、台湾胡椒餅風パイって言いますけど、胡椒というよりミートソースの味わいですね、これは。なので、1品で台湾フングイティピーチ&ミックスベリー。パッションに比べると甘めなので、これまた美味しい。ラストはやっぱり甘いものってことで、台湾ごま団子風パイ。サクッと食べられる、しっかり甘いのが美味しいです。はい、ミスタードーナツの台湾商品どれも美味しかったんですけど、中でも最初に食べたピザの肉肉しさとチーズのとろける食感が美味しかったので、今回はお世話になります。近くの部分もあるんですが、正直来てて